ライト級 61.2 キロの4回戦です。ふなっしーこと船橋正道対白水優馬の一戦ということになります。これから登場してまいりますのは青コーナーの白水優馬です。黒崎カノオジム所属、ここまでの戦績は4戦して2勝2敗5分の星ということになります。福岡県北九州市出身、178センチです。ここまでタイトルは獲得したことはありません。デビュー戦は2018年の2月、その時には4ラウンド判定で勝利を収めています。直近では2021年今年の6月に試合をしています。その時には4ラウンド判定負けを喫しました。この試合が再起をかける一戦ということになります。青コーナーから白水優馬がリングインです。赤コーナーからはふなっしーこと船橋正道がこれから登場してまいります。最高ファイトクラブ所属です。地元大阪出身、1996年5月14日生まれの28歳。東京2020オリンピックでは空手代表候補として戦ってきましたが、最後の最後で代表を勝ち取ることができませんでした。国際大会、インカレ国体などでも空手でタイトルを獲得してきました。その船橋がボクシングに転向。デビュー戦は2021年の5月22日、その時には4ラウンド引き分けの結果に終わりました。これがプロ2戦目。果たして勝利をもぎ取ることができるでしょうか。プロ初勝利に向けて赤コーナーから船橋正道がリングに入ってまいりました。さあ、これからお伝えしていきますライト級4回戦です。船橋正道対白水優馬の一戦です。この試合が5戦目になります。白水対デビュー、これが2戦目になります船橋の一戦ということになります。さあ、この試合ですけれども、大輝さん、どういうところが注目されますか？まあ、船橋はね、ボクシングもうまいですしね、空手上がりですけど、はい、距離の取り方うまいですよね。あ、そうですか。そしてこちらは黒崎カノオジム所属、これが5戦目になります白水優馬です。ここまでは2勝2敗です。デビュー戦は2018年の2月でした。134パウンド2分の1、最高所属船橋正道。これがプロ2戦目、プロ初勝利を目指します最高ファイトクラブ所属船橋正道です。さあ、改めてですけれども、志郎さん、この船橋というボクサーですけれども、どういうボクサーですか？まあ、今言う大輝言うように器用やよ。器用、はい、やっぱ空手やってるから、この出入りがうまいのよ。ああ、なるほど、はい。独特なボクシングと違う動きするから、相手ちょっとやりにくいと思うんだけど、こう間合いだったりとかっていうところですか？うん、そこはやっぱりすごいもん持ってんな。でも硬くなるからな。あ、そうですか。悪い時はもう固まってしまうのよ。それだけはちょっと、あとリラックスしてできたら自分のボクシングできると思う、ね、こう伝統派空手出身の選手っていうのは結構遠い間合いだったりも得意にしてますよね。この上下出入りがうまいよ、さあ、試合が始まりました。第1ラウンドです。赤いグローブが船橋、そして青いグローブが白水です。身長では173センチの船橋対178センチの白水。
青いグローブの白水の方が5センチほど上回っています。うん、いやちょっと悪い癖が出てる。あ、そうですか。どういうところですか。もう肩近いし、はい、足が揃うのにな。お互いに右のグローブを引いています。オーソドックススタイルです。共にボクサーファイター。リングの中央に戻ってきました。デビューしてもそれであかんかったからな。あ、そうですか。近かったからちょっと距離を取って戦えた言うてみれば、ですから、まあ大輝さん、この距離の取り合いっていうのは非常に重要になってきますよね。そうですね。ちょっと白水君はね、白水選手はね、結構ラフっていう感じで、ちょっと振ってくるんでね、ちょっと落ち着いてるからね。青いグローブの白水です、ここは相手を抱え込むような形になりました。あ、左右のフックが交錯します。距離を詰めて前に出ていく船橋が前に出ていきます。ちょっとやりづらいっていうのはあると思いますね。あ、これ船橋がですか。やりづらさっていうのはどういうところですか。やっぱりジャブもあんまりついてこないんで、でやっぱりジャクジャっていうパンチがするので、はいはい、だから初めはちょっと距離感とかちょっと掴みにくいっていうのはあると思いますね。だからこれに付き合ったらデビュー戦と同じことになってしまう。ああ、なるほど。ガチャ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 、だから距離取って離れとけばいいのか。うん、くっついたらあかんねこれな。これなったらもうこの距離感ですね。これしたらもうデビュー戦と同じになってしまうから、はい、さあそのあたりの距離感をうまく取ることができるか。ワンツー、ただ距離を潰してきます白水です。これ白水の方がリーチもあるんですけれども、距離を潰してくるような戦いぶりになっています。やっぱりまあこの話がボクシングがうまいんでね、はい、だからやっぱり崩していこうという感じですよね。上下の内訳も見せていきます船橋。今度はボディ、ここらはやっぱり前ですよね。バック取ってここは冷静にパンチを打ち込んでいきます船橋です。ただこうやって、まあ、白さんどんどん前に白水がこう出てきますよね。この白水もまだ今何してるか分かって緊張してるよだいぶこれ。あ、緊張してますか。はい、今分かってないと思う。パンチも足もフラフラなってもらってないのにフラフラになってしまってるよ足が。それ緊張してる。あ、ここはショートレンジのパンチが入る船橋。そして接近戦近いパンチを出していく。お互いにパンチを出していきます。ダメやリング端っこのところで勢いよくこうお互いにラッシュになりましたが、ここで第1ラウンド終了しました。まあ最後お互いにパンチ振るっていきましたけれども、大輝さんどういう風に感じましたか。まあガチャガチャってきちゃう。ガチャガチャ、はい、もうちょっとボクシングできるんですよね。うん、この選手はね本当にこの1期生の中でも5人の中でも一番ボクシングができるんでね、はい、うん、だからもうちょっと落ち着いてジャブついて距離取って、うん、ワンツー出してステップ取ってっていうのができるんでね。あ、なるほど、はい、逆に言うと相手に付き合わされたというか、うん、はい、まあセンスでね、うん、あのポイントは取ってますけど、はい、だから本当の姿じゃないですね。シロさんですからちょっと相手に付き合っちゃった部分というのも船橋はあるんですかね。そこはちょっとな、もうやる前から言うてんねんけどな。あ、そうですか。マジこう揃うからな、こう常にやっとっとからな、あれ顔面向け出ししも出るから。さあ第2ラウンドが始まりました。赤いグローブが船橋、そして青いグローブが白水です。こうして飛んどけるね。ああ、左ジャブですね、船橋の左。まあどんどんガチャガチャと、うん、まあ前に出てくるのが白水、うんうん、ここを冷静に対応していきます船橋です。これ第1ラウンドとはちょっとこう、そうですね、落ち着いてるんじゃないですか。セコンドの指示聞いてね、はい、距離取ってボクシング自分でボクシングしろって言って、なんでちょっと落ち着いたんじゃないですかね。こちらが赤いグローブの赤コーナーの船橋です。この辺からでもできるからな船橋は。あ、そうですか、はい、うん、人が届かん距離でも届いてくるから船橋は、うん、ここでできるんよ。2020年東京オリンピックの空手代表候補でした。ああ、ここもステップワークで相手のパンチをかわしていきます。そしてワンツー、そう、そして強襲していく。ああ、当たった、前に出ていきます。船橋前に出ていく。船橋パンチを集める、パンチをまとめる、まとめて、ここでレフリーが割って入りました。いや、最後は見事なラッシュを見せていきました船橋。だと思います。ええ、
いや大工さんよく最後まとめていきましたね。やっぱ聞いてまとめてっていうね。まあ本当にまあ1ラウンドはちょっとあれになりましたけど、2ラウンドちょっと1回リセットしてね。いい形だったんじゃないですか2ラウンドは。いや城さん第1ラウンドはこうガチャガチャして相手に合わせてしまうというような部分もありましたけども。やっぱり白水君の場合は、このプレッシャーに負けたな。1ラウンドからも聞いてた、はい、緊張で。だから何いつ終わったか分からないような状況じゃないかな。あ、そうですか。でも船橋も決していい戦い方じゃなかった。こんなもんじゃないからもっと強いから、もっとできるしな。デビュー戦は2021年5月22日、その時には4ラウンド引き分けでした。ただこのプロ2戦目はしっかりと KO 勝利でプロ初勝利ということになりました。ただまあ四郎さんの言う通り、その課題という部分というのももしかしたら残ったかもしれませんね。いや残りっぱなしだろこれはね。やっぱ自分の距離感で打ててないくて倒れてるから終わってるから、自分が狙ったパンチじゃないから別にあれは、だから次の試合がまた力じゃないかな。ということはこう持ち味をもうちょっと出せたらというところもあったかもしれません。一つでもやってくれといたらつながんねんけど、ちょっとコメント聞きましょう。そうですね、まあデビュー戦5月にやらせてもらって、そこで引き分けてしまったんですけど、まあ、そこからいろんな、反省点とか生かしながら練習もしてきて、それでようやく9月にできると思ったら、延期になってしまって、まあ、ここまですごい長く感じたんですけど、まあ、一日一日大事にしてきた結果が、まあ、今日リングで出たと思うので、これからも、まあ、一日毎日の練習を大切にして、これからもさらに上目指して頑張っていきたいと思います。来年はどういう年にしたいですか？そうですね、来年は新人王に出たいなとも思っていて、まあ、それは会長と相談なんですけどまあ、個人的にはそういう、タイトルはもっと上を目指してやっていきたいなというふうに思っているので、これからも応援よろしくお願いします。見事 TKO 勝利を収めました船橋正道選手でございました。プロ初勝利を収めました船橋正道のコメントでした。船橋選手、試合内容いかがでしたか？KO で勝ったけど、まあ KO で選手はやっぱ KO で勝つのは嬉しいねんけど、まあ俺的にはな、内容的にはいいことなかったから、はい、微妙ちょっと微妙は残ったなと。KO 勝ちもな、微妙、もう全てが微妙、船橋は。微妙というのはどの段階なんですか？普通最低、普通、微妙、最高やと。一気に上がるわけね。そう、なるほど。微妙の上が最高やから、そこは。だからもうちょっと伸びしろがあるのにな。普通よりは良かったっていうことか。良かった、普通よりは良かった。なるほど、だからもう微妙やなと。フラッシュは分かりました。ということで、勝利しました船橋選手ですが、試合内容は微妙です。微妙でした。はい。